大河ごはんミッション編。ミッションをもとにスタジオ出演者が食べたことがない絶品グルメを探し出す。今回は兵庫県明石市にやってきました。ここで絶品グルメを見つけます。頑張れ、がとにかく美味しい明石グルメを探せ。さすがに明石焼きは食べたことあると思うので、何か他のグルメ探したいですね。あれ、何があるのかな。聞き込み開始直後、最初に声をかけた地元の男性が、一押しは明石焼きやけども、はい、明石鯛とか明石だこっていうのは、有名ですね。有名なんだ。さらに聞き込みをするため歩いていると、あれ鯛じゃないですか、でっかく乗ってるの。やっぱ有名なんですよ。あ、でもタコもいる。絶対有名だよ。するとこちらの地元女性が、明石鯛は有名ですけど、私は鯛の方が好きです。うおお、美味しいですよ。美味しいですか。おすすめですか。おすすめです。これ聞いたら行くしかないですよね。ということで、やってきたのは明石鯛が食べられる人気のお店、長山さん。明石鯛というのはどういった特徴のあるお魚ですか。明石海峡の早い流れですよね。そこで育った、まあ、鯛なんで身がしっかりしてて、美味しいんですけど、とにかく美味しい明石グルメに明石鯛は当てはまる。もう欠かせないでしょうね。お、欠かせないですって、はい、めちゃくちゃうまそう。これ目で見てわかる、脂乗ってますよ。うまそう。明石鯛いただきます。タイならではの淡白な味わい、歯ごたえのある食感、その中にも上質な甘みと旨味がものすごく強くて、最高にうまい。明石鯛絶品ですよ。今回の明石鯛、スタジオの海藤さん、食べたことありますか。とにかく美味しいです。